さて海の日の今日は各地で海に関するイベントも開催されました。中央区の晴海ふ頭では子どもたちに海に親しんでもらおうというイベントが開かれ、水産学校の練習船が特別に公開されるなどしました。公開されたのは水産学校の実習生が練習で使っている日本丸など普段見学できない6種類の船です。さまざまな社会貢献活動を行う日本財団が進める海への関心を深めてもらう海と日本プロジェクトの一環のイベントとして公開されました。広くて一番楽しかったです。すごく大きくて学校みたいでした。部屋が分かれていてなんか教室みたいな感じでした。またイベントでは船の絵を描くワークショップや潜水士の格好での記念撮影も行われ、親子連れでにぎわいました。海と日本プロジェクトでは今後海辺のゴミ拾いや魚をさばくイベントなども開いていく予定です。